新古代宇宙飛行施設。いつの頃からか古代宇宙飛行施設が世間で騒がれました。出版書籍はベストセラーとなった。従来の古代宇宙飛行施設は古代文明の遺跡や伝承に書かれた謎めいた要素を宇宙人来訪の証拠として解釈するものでした。遺跡から説明のつかないものが出土するとことごとく古代宇宙飛行施設につなげられました。否定する根拠を持たないので人々を納得させられなくても古代宇宙飛行施設が有力な説となりました。しかし近年では従来の説に加え以下のような新しい視点を取り入れた研究が進んています。例えば科学技術の発展による新たな証拠の発見です。近年の考古学や宇宙科学の発展により従来では説明できなかった古代文明の謎が解明されつつあります。精密な加工技術で作られた巨石建造物や現代の科学技術では再現が難しい精巧な装飾品、天文学や数学に関する高度な知識などです。これらの発見は古代文明が想像以上に高度な技術を持っていたことを示唆しており、宇宙人との接触によって技術が発展した可能性を示す証拠と解釈する研究者もいます。また地球外生命体の存在の高まり、近年太陽系内外で地球外生命体の存在を示唆する惑星や衛星が次々と発見されています。生命誕生に必要な有機物が宇宙空間で広く存在していることも確認されています。これらの発見は地球外生命体が存在する可能性が高いことを示唆しており、古代地球に宇宙人が来訪した可能性も否定できないと考えられるようになりました。さらに異なる学問分野の融合でも研究されています。従来の古代宇宙飛行施設は考古学や歴史学などの学問分野から批判を受けることもありました。しかし近年では考古学、歴史学、宇宙科学、生物学など異なる学問分野の研究者が協力して古代文明を研究する動きが活発になっています。異なる視点を取り入れることで古代文明の謎をより多角的に解明することが期待されており、宇宙人来訪の可能性をより客観的に評価できるようになる可能性があります。そこから古代文献の新たな解釈が生まれています。従来の古代宇宙飛行施設は古代文献を文字通りに解釈して宇宙人来訪の証拠としていました。近年では古代文献の隠喩や象徴的な表現を考慮した新たな解釈も提唱されています。例えば古代の神々は実際には宇宙人だったという解釈や神話や伝承に書かれた英雄は宇宙人との接触を経験した人物だったという解釈などが考えられます。また宇宙人との接触体験の研究が進歩してきました。宇宙人との接触体験を主張する人々が増えています。これらの体験は科学的に証明されていませんが、中には信憑性の高いものもあります。これらの体験を研究することで宇宙人との接触のあり方をより深く理解できる可能性があります。古代宇宙飛行施設の新たな証拠となる可能性も出てきています。だけど新しい古代宇宙飛行施設の課題もあります。新しい古代宇宙飛行施設は従来の説よりも科学的な根拠に基づいていますが、依然として多くの課題があります。それでも古代宇宙飛行施設が新古代宇宙飛行施設に移行しつつあります。まだ確実な証拠の不足、科学的な検証の難しさ、学術的な批判もあまたあります。これらの課題を克服するためには科学的な調査と研究をさらに進める必要があります。新古代宇宙飛行施設は従来の説よりも科学的な視点を取り入れ
今後の研究によって古代文明の謎と宇宙人来訪の解明されることが期待されます。早い話が、人類の前に堂々と宇宙人が現れて説明してくれれば済むことです。それをしないのは、人類がまだ進化の途中で説明を受けても理解できるレベルに達していないからです。人間同士が争っているようでは、利権社会を脱却できない社会なのです。そんな社会では、新古代宇宙飛行施設は遠く、古代宇宙飛行施設にしがみつくしかないのです。